ニメラジオ界、それはカットが当然のものとして使用される世界。しかしカットを使わないでラジオ界に飛び込んだ一人の声優がいた。今回のゲストは前回出演時パワー SE で粉砕しつつも本当に言っちゃいけない情報を言ってスタッフを困惑させたアビス役、七海ひろき。果たして今回もスタッフを困惑させるのか。テレビアニメマッシュル、ウェブラジオマッシュレイディオ。なんか七海さん来てくれた次ぐらいに梅原さんが来てくれて、おうおうおう、梅原さんがそれ言っちゃうんだってちょっと引いてました。引かれたか。そうかそうか。困惑してたんだ。スタッフさんだけじゃなかった。困惑してたんだ。梅原さん引きそう。でも梅原さんはもっとひどいこと言ってたんで、あ、もう全然。そうかそうか。やっぱね、あのマギアルプスは変な人たちで構成されてるなって改めて思いました。いいですよそれで。マッシュバンデット役の小林千秋です。このラジオはテレビアニメマッシュルのウェブラジオ、さまざまなトークテーマ、アニメ情報や番組オリジナルのメールコーナーなどをお届けしていきますと、今回のゲストはこちらの方。はい、アビスレーザー役の七海ひろきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。七海さん2回目です。はい、2回目、どうですか。 ラジオってこれ以外にもちょいちょい出演されてたりするんですか。うん、そうですね、レーベルメイトである方のラジオとかに出たりとか、そうかそうか、そうですね、してますかね。まあ、あとは昔前自分もラジオやってたんで、そこでなんかじゃあもうだいぶ来てもらったりとか。そっか、うん、なんかこのマシュラジもね、なんかわざわざ聞いていただくこともちょいちょいあるみたいな。はい、聞いてます、聞いてます。江口さん回をこの間のね。はい、江口さん回と、あとその、ま、ちょっと前の上田3回もちょろちょろ聞いたりしましたかね。 ありがたいですね、うん、まあ、なかなかね、あの、まあ、いろんな方がいろんなことやってますけど。いやね、でもあのやっぱりパワー SE が流れた瞬間、はい、マジこれ何言ってんのってやっぱ気になる瞬間がね。ね、なんかやっぱ わかんないやつもありますもんね。全く、うん、全く間が空きすぎて、フリートークのところとかもね。そう、 そうですけど、僕らもなんなら覚えてないですしね。これなんでダメなんだっけみたいな感じの、なんかの事情だったのかなみたいな、ね、そう、もうだからもう本当にその場の雰囲気で喋り尽くしてますけれども、うん、まあそんな感じで前回もなんかその七海さん来てくれた時に、うん、パワー SE その場の流れでね、あー、あのパワー言っちゃダメなんだ、うん、ね、はいはい、なんなら前回来てないスタッフさんも今回で、うん、あ、七海さんパワーつんでんだって知っちゃうから。パワーとか言うし。そうそう、パワー。前回さらに言うならマネージャーさんがいらっしゃったじゃないですか、うんうん、はいはいはい。でも今回いらっしゃってないっていうのがあって、うんうんうん、歯止めが効かなくなる可能性もなきにしもあらずっつね。そう、どこまで OK、 どこまでダメか。いや、そうなんですよ、ちょっとねギリギリのところを攻めつつ、まあ、出したらね多分パワー SE かかると思うんで刺してください、うん、はい、そしてお知らせがございます。11月11日土曜日の18時よりアベマにて生放送をします。バースデーパーチーと題しまして放送こちら決定しました。さらに同日の18時半より池袋ヒットビジョンにて最新 PV を放映。新格者のキャスト解禁および第2期オープニングアーティストの解禁など最新情報多数発表しますというわけで、すごい豪華な特番が放送されるらしいです。楽しみですね。これ池袋ヒットビジョンってもう駅前の大きいビジョン、あ、そうらしいです。池袋とか行かれますか。池袋はね、学生時代、おう、あのアニメートがでっかいのが、あー、ありました、まあ、今もあるとは思うんですけど。そう、今もある、うん、で、その結構私なんか宝塚の受験時代に東京に来てたんですよ。そう、あ、東京にそのレッスンに通ってて、はい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 、でその合間を縫ってアニメートに行って、すげえ、もう本当に東京の養成女性と同じようなことしてる。レッスンしてアニメート行ってみたいな。そう、レッスンしてアニメート行って漫画買ってみたいな。
おもろいな、はい、めっちゃ行きますね。そうやっぱでもそうですよね、池袋のアニメイトさんってやっぱすごい大きい、うん、まあ、コンテンツとかね、そういうイメージあるし、そうそう、ね、しかも、最近リニューアル、うんうん、ね、されて、はいはい、いやなんかね、ちょっとこのラジオね、言っちゃいけない話があって、言っちゃいけない話が多かったらしくそうですよ、そうそうそう、でフリートークっていうことなんだけど、でまあフリートークもいいんだけど、ちょっとこの機にね、はい、小林くんちょっと聞きたいななんて思うことがあるから、質問とかしちゃってもいいかな、はい、年末年始はどっか行きたいなとか急になんすかいやね、なんかフリートークっていうから、はい、なんだろう、あんまり普段聞けないことを聞こうかななんて思って、あ、そうですね、確かに、そうそう、ね、いつもの ラジオの流れだとね、そうそうそう、なかなか聞けないことですから、ね、聞けない、なんか全然違う話聞いてみようかなと思って、ね、海外行きたいですけどね、やっぱり、おー、なんかようやくこのコロナもこの落ち着いてきて、うんうんうん、結構もう国内外いろんなところ行けるようになってきたと思うんですけど、うん、結構やっぱり国内だと行ったことあるところがもうありがたいことにほとんど、そのまあ主要都市とか観光地は多くなってきたんですけど、ほうほう、国外はまだまだ未開拓なので、うん、行ってみたいですけど、やっぱかインド、インド、なんかインドとタイは行くとこの人生観変わるみたいなことをよく聞くんで、ね、やっぱそれぐらいってこう結構1週間近く行かないとこのなかなか変わらないかなと思うんで、 2,3 日じゃ、うん、ちょっとこの年末年始っていうこの長い休みをぜひインドタイで使ってみたいかなと思いました。インドか、どうですか、ね、七海さん逆に。あ、私はね、年末年始はね、温泉行きたいね漠然としてるな疲れてるな多分いやそんなことないよ。でもなんつうの、ほら、あの温泉に家族とかで行きたいなとかちょっと思ってて、なんか両親と、はいはい、いいっすね、ちょっと なんだろうね、最近一緒にめったにこう会わなくない、会う、いや会わないですね、なかなか、はい、お仕事しててあんま合わないしなみたいなあるから、うんうん、なんか親孝行も兼ねてね、そうそうそう、ちょっと家族で行ったりとかしたら楽しいかななんて思いながら今ちょっと計画してるんだけど、で調べ出すとやっぱ年末年始って意外にみんな温泉行きたいんだね、結構埋まってて、意外じゃないっす、あ、そうみんな行きたいですあ、そっか、ごめんごめんそういうもんか、なんかほら年末年始忙しかった時期が多かったもんだから、なんかそのなんか舞台の稽古とかもあったりとかして、はいはい、だからそうなんだと思って調べたら本当にみんな結構バツ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 なってて、はい、おろ、もしやもう今遅い私動くのっていう、今可愛らしい話でした、はい、ドジッコナナミさんでした。じゃあぜひね、皆さんも池袋行った際にはこのヒットビジョン見てみてください、うん、まあ、何日まで放映されてるかまだちょっと分かんないって感じなので、まあお早めにって感じですかね、よろしくお願いします、さて番組ではですね、メールを送っていただいた方の中から毎回3名様にステッカーを差し上げていますので、ぜひメールを送ってください、そしてマシュラジのルールを改めてご紹介します、マシュは魔法が使えないというのに習いまして、カットが使えないというルールのもと、番組を進行していきます。ありのままある意味本当のラジオをお届けしますと、NG ワードが出た場合はパワー SE で該当箇所を粉砕します。まあここまでにもう確定でもう粉砕されてることはあるんですけどまあね、これが流れたら終わりですから、そうだね、うん、引っ越しせざるを得なくなるもう池袋行って会えるからもうなんかよくわかんないことになってるけど、まあ、別に家まで行かなくても池袋行きゃ会えるしなみたいになりかねないから、そうそう、そのぐらいもう生息しているぐらいよく行く、ということでまずはオープニングテーマ参りたいと思います。テーマはこちら、アフレコ前後のルーティーン。はい、アニメマッシュルはですね、第2期が2024年1月より放送されるんですが、2期のアフレコも今ね絶賛進んでおります。この間もね、七海さんと、うんうん、まあ、アフレコ後にねちょっと挨拶できたりとか ね、できて、まあいろいろちょっと進んではいるんですが、うん、まあ七海さんのアフレコ前後のルーティーンとかもちょっと聞いていきたいんですけど、なんかあります、そのアフレコの時にする前後とか。あのね、アフレコの前ってなんか結構緊張するのか、あんまご飯を食べれない。あ、
意外。そうで、すごい。そんであとなんつうの、どっしりしてるように見える。なんつうの、ほら、どっしりしてるように見える。あ、見えます。いやいやいや、そう見えるだけで、本当ちっちゃい心臓だから。あ、本当ですか。そうで、あの何、お腹いっぱい食べるとなんか胃が動くじゃない。はいはい、はい。アフレコ中にキラ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 とか、あ、ノイズがね。そう、あのしかもすごい静かな時に、はいはいはい、どうしたお前っていうような音を出したりするから。シリアスなシーンとかになるとね、台無しですからね。そうだからちょっとあんまりその食べると消化しちゃうからと思って、うん、あんまりその食べないんだけど、でもパワーは出さなきゃと思うから、か結構あのなんゼリー系とかを食べたりするなっていうのが割とアフレコ前にあるかな。でマッシュルの時はちょっと筋肉にあやかりたいなと思って、あのプロテインを飲んでた。あ、そういうこと、うん、だからさっきプロテイン飲んでたんですか。飲んでた。つながったわ。なんか菜波さんプロテインだけそう飲まれてるからトレーニングしてきた後なのかなとか思ったんですけど、マッシュルに備えてくれてたんだ。そうそうそう、あ、嬉しいですね。ちょっと筋肉上がったらいい声出るかな。さすがにあの250ミリにちょ過信しすぎですよ。250ミリにもすがるんだよ。ちょっとでもね出てくて、まあ、でもちょっと気持ちは分かります。その作品ごとになんかこれしたらなんかこう気分上がるなとか、うんうんうん、なんかそのスポーツものだったらそのスポーツにこう関係するなんか番組とか見たりとか、スポーツ見てから行くとちょっとそれに気持ち乗った状態でできるとか、うんうん、それに近いものはあるかもしれないですけど、逆に舞台とかその出られる時にはその本番前にこれしてるとかあるんですか。アフレコの時はしてないけど舞台はしてるみたいな。あ、舞台の前はねすごい鏡と対話してる。あ、なんかね自分のまあ上から下までをちゃんと見て、はい、綺麗だよなってなんですか、ちゃんと整ってるよなみたいな、うんうんうん、そのなんか衣装崩れてないかなとか、その役として生きてるかなとか、そう髪型とか大丈夫かなとかをなんかすごいチェックして、でなんか最終的になんか暗示じゃないけど、お前はなんとかだお前はなんだみたいな。そんな石川海人さんと同じことしてる。同じ。海人さんはお腹いっぱいの時にご飯行きましょうって言うと、うん、俺は空腹俺は空腹俺は空腹って言ってから、よし行こうって言ってくれる。マインドコントロール、マインドコントロールしてお腹空いてないと思い込んでご飯行ってくれてましたけど、近いですね。すごいいい人だね。いい人なんですよ。でもなんかそういう、そっか、自分にこう、そうそうそう、自信をつけるとか、うん、でもそうっすよね。アフレコはまあ最悪、まあ、全然その自分の見た目とは関係なく、うん、その役柄演じられるけど、舞台はね自分の身一つですからね、うん、衣装も含めですけど。そうだからなんかその鏡との対話を大事にしてるかな。不景な。僕はなんか朝はやっぱ声出ないんですよ。わかる。ですよね、うん、まあ、なんでやっぱ朝ごはんしっかり食べてますね。そう、まあ、なるべく家で食べたいんですけど、うん、なかなかやっぱ時間ないんで、まあ、着いてからそのスタジオのちょっとその外出て、うん、その休憩所みたいので食べたりして、うん、まあ、エネルギー補給して行くんですけど、まあ、あとはそのマッサージ、なんか首のマッサージとかしてほぐしてあげてますね。柔らかくする方がいいと。柔らかくする方が、なんかお風呂入るのとご飯食べるのと、うん、あと首元温めるの、そのタオルとかで、うん、でなんかほぐしてあげるっていうのがまあ同じ機能で、それプラスなんかマッサージで中身ほぐすのとまたそれが別のなんかほぐされる機能らしくて、そのご飯食べるかお風呂入るかあったかいタオルとかで首元温めてあげるプラス、そのどれかプラスマッサージしてあげるとなんか喉が開きやすいというかほぐれるっていうのを聞いて、どれかでいいんだ、全部じゃなくて、全部じゃなくその3つのどれかプラスマッサージ、うん、まあマッサージはマストらしいです、うんうん、だから、へえ、やろ。どんなマッサージとか決まってんの。あ、でもなんとなくこのなんかこの喉の首の下の顎の下のこのなんかコリコリ、ね、コリコリしてる部分、これね、このコリコリしてる部分も、お二人で変なラジオになってるけど変な声出してる。おふざけラジオでさ、絶賛マッサージしてる。これのなんかコリコリしてる部分をなんか片方ずつ10秒ずつやってあげるみたいな。はい、なるほど。これなんか優しく、まあ、首元なんでね、ちょっと丁寧に優しくやってあげてください。はい、ここからすごいいい声が出てくるね。そこまでは言ってないですけど多少だから。そう、
まあまあでもね、ちょっとでもそのさっきのプロテインの話じゃないけど、やっぱちょっとでもあやかりたいっていうのにね、うん、なってますよ。もうやりすぎてどんだけ効果あってるか分かんないんですけど、うん、とかね、ありつつもやってます。朝ごはんはなんか決まってるの？何がいいみたいな。朝ごはん昔僕ずっとルーティーンあったんですよ。なんか一時期コーンフレークずっとそれしか食べなかった時期があって、だからコーンフレーク終わったら2年ぐらいずっとコーンフレークだったんですけど、朝ごはんが2年コーンフレークを食べ続けた。 それ以外の朝ごはん取ったことなくて、同じ味で同じ味のなんか腕組んで興味深そうで、いや2年なかなか同じことを続けられるってすごいなと思って。いやそう、1回ハマるとなんかそればっか頼んじゃうんですよね、うん、でその後に納豆ご飯ハマってて、あ同じそう納豆と、うん、あとなんかネギ乗っけたりとかして、うん、なんかそれをずっとまた続けてたんですけど、最近もうそのループから脱しまして、お今なんか自由なものというかコンビニで買ったものを食べちゃってますね。まあそれはその日によって、その日によってなるべく、はい、でも最近一番食べてるのはなんかホタテバーみたいなの食べてます。あああのこうパッと剥いて食べるやつ、ね、パッと剥いてそうカニカマみたいなやつ、ね、あれ美味しいよね。あれ美味しいんですよね。わかるわかるあの醤油味のやつ私すごい好き。ああわかります。なんかそうあるんですよ、ローソンもファミマソンも全部いろんなところにあるんで、うん、ぜひホタテ食べてください。昼とかだとまたね、はい、ちょっとまた喉開いてるんで、うん、まあなんか特に何もしてないかもしれないですけどそんな感じですかね。はい、まあ普通オタもちょっといっぱい届いてるみたいなんで普通オタ読んでいきたいと思います。チャマさんからいただきました、ありがとうございます。千秋さん、ななみさん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。ついにマッシュルブルーレイ DVD 第4巻が発売されましたね、ありがとうございます。毎回本編だけでなく読み応えのある特製ブックレットやさまざまな特典も含め、第2期に向けてマッシュルの世界をさらに楽しませていただいております。ありがとうございます。こちらこそ。第4巻では特典 DVD としてピクチャードラマがついており、とても豪華な仕上がりとなっておりましたが、こちらの掛け合いはご一緒に収録されたのでしょうか。また収録の際の裏話などあれば教えていただけると嬉しいです。ありがとうございます。確か一緒に撮った回もありますよね。あります。一緒に撮りました。一緒に撮った、ね、なんか7人ぐらいブース入って、うん、そのピクチャードラマの話数ごとに、うん、まあ、マイク前立って入れ替わり立ち替わりでね、うん、やってた気がしますね。やったね。私さ、そのピクチャードラマね、うん、こう撮ってくの多分初めてのその撮った時が、はいはい、小林くん多分一緒の回のやつ、あ、はいはい、なんかあのフクロウに襲われるやつだったかな多分。あー、あったあった夏いあの食べ物を、はいはい、フクロウはタンパク質だみたいなのを言うやつだったんだけど、うん、そのそれを撮る時に、はい、まあ、テストで本番で行くんだけどさ、はい、なんかもうほぼテスト本番みたいな感じだったんだよね。そうそう。で知らなくってもうこれテストだと思ってあで、はいはい、なんだろう、まあすごい別にねこう気を許しているというか、まあすごい力の抜けた状態で、はいはい、よしよしと思ってやってたら、はいはい、終わりますみたいなで、え、終わったみたいな今のが使われるっていう。おっと、でもまあリラックスしてたからすごいいいかもと思ったけどいい方に考えたけどドキドキみたいな。確かにアニメとかね、吹き替えは基本的にはまあテストをやってから本番っていうのがまあ普通の流れなんですけど、結構ドラマ CD とかこういうピクチャードラマ系はそうですね、テス本というかもう最初のやつがもう本番というかね、うん、そうそう。で前他の作品でも同じようなことやった学習しろよお前、忘れてたって忘れてた完全に忘れてた。なんかちっちゃい子がこの自転車まだ乗れない時にこの背中を押さえてくれてるけど、うん、大丈夫まだ押さえてるよっていう体で一人で漕ぎ始めてるみたいのを思い出しました。あ、そうそう、そんな感じそんな感じですよね。そんな感じおもろいな。まあでも一緒に撮らせていただきましたね、うん、その時は、まあ、7人で撮って、うん、でも、ね、梅原さんとはその時も一緒にいましたよね。あ、多分、うん、ね、いたいたいた。なんか話したりします？梅原さんと、はい、休憩時間とか。あのね、梅原さんなんかあんまり自分から言葉を発しないからあー奥手だからな。そうなんだね。いやでも なんだろう、 なんかこうちょっと関係性的にも、うん、しゃべりたいなと思って。まあそうですね、主従関係というか。そう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 ね。だからアビスとアベルはね、一番のこの作中ではね。そうですね。でも私もそんなにコミュ力高い方じゃないからなんか面白い話もできないけど、あ、なんかあ、お久しぶりですねって言ったら、あ、みたいなおっとどうするみたいな。梅原さんのそう。でもなんだろうな、一言だけ。いや
でもなんか皆さんの話とかちょこちょこしてましたよ、うん、なんかご飯なんか食べたよみたいなのとか、あ、はいはい、なんか話とかしたら、じゃあ なんとなくこのちょっとずつだけど、うん、そうですね、会話を喋りかけたら喋ってくれるかなってなんか前にその梅原さんがラジオに来てくれた時は、うんうんうん、まあ、さっきその最初の住所の件で驚いてましたけど、その後になんか、はいはい、ななみさんとすごい喋りやすいって言ってましたね。あ、本当ですか。そのなんかまあ、なんだろう、異性だけどその本当に同性の、うん、しかもその同い年ぐらいの、うんうん、なんか後輩でも先輩でもなく、うんうん、なんかちょうど話しやすい感じなんだよなって言ってました。そうなのか多分だからそれぐらい話してるんだと思います。もっとあの違うその何関係値の方だったらもっと、うんで終わってたかもしれない。いやでもそのね、ちょっとずつだって、ちょっとずつのお声もね、うん、いい声だからさ、それでもう話しかけた方はいい声聞けた、ありがとうございますみたいな、あ、ね、だけでも ねいいやっていう、ね、でもあの番組でもなんかご一緒したりとかしたんで、ね、はいはい、ちょこちょこ、そうですよね、そうそうそう、あのアベマのね、そうアベマの声優と夜遊びの、うん、はい、いろいろね、今後の2期とかになってね、お二人でパッケージツアーすることになるかもしれないですから、はいもうそうなったらね、うんうん、もうななみさんがリードして、いやいや、そんなそんないやそんなそんな、シーン、いやでも梅原さんなんかスイッチ入ったらすごい喋ってくれるんで、あの回ってる時とかカメラ表の時は喋るっていう、すごい、え、これ大丈夫かな、うん、いや大丈夫だと思います、表の時はすごいおしゃべりしてくれる。いやちょっとじゃあ期待したいですね、ちょっと楽しみだな、そのこの2人で何するのじゃあ続いてメールに、はい、ういちゃんさんからいただきました、ありがとうございます。千秋くん、ななみさん、こんにちは。こんにちは。千秋くん考案のプチシューパーチー食べました、ありがとうございます、クリームのチョコ味が濃厚でとても美味しかったです。商品名にパーチーとありますが、あまりの美味しさにあっという間に一人で食べ終わってしまいました、6月頃にもマッシュルとモンテールさんのコラボがあったと思いますが、その時は何十軒とお店を回ったけど全く見つけられなくて悔しい思いをしたので、今回見つけられてめちゃくちゃ嬉しかったです。ななみさんはもしアビス関連で商品化するとしたら何を考案しますか？食べ物でもグッズでも無形物でも何でも大丈夫ですというわけで、まあ、こちら僕があの YouTube の方であのコラボというかさせていただいたんです。なんか僕がこうシュークリーム考案して、うん、それをモンテールの社員さんとかパティシエさんが教えてくれて作ってくれるみたいな企画があって、それを実際に商品化してくれたっていうものなんですけど、僕手に入らなかったですね。いや私もね、いろいろ探したんですけどね本当ですか？そう、意外になくて、そうそうそう、まあ、なんかスーパーのなんかどっかにあるらしいっていうの聞いてたんですけど、うん、探せど探せど、あれかな、人気すぎちょっと売り切れちゃったかな、そうかもしれない、ね、そういうことだねきっと、パワーみたいな感じになってたのかもしれないYouTuber さん取り上げてくれよじゃあですって。まあアビスはね、いろんな、まあ、グッズできそうですけど、アビスなんだろうな、これ作ったら売れるんちゃうか、あります、なんだろうな、なんか、でもまあ目が赤いからな、まあそうっすね、あの魔法を無効化するイビルアイ使えますから、そうそう、だからなんかこう何かを無効化できるそっちないかな、ノイズキャンセリング的な食べ物とかのがいいのかな、あどうですかね。でもカラコンとかでもね、かわいいっちゃかわいいですけど、あえあカラコン、あの逆になるってこと、あのマークついたカラコン、イビルアイマークの、えでもあれって白い目の方が赤くなるから、結構 目玉入れるだけだから痛そうじゃね痛そうかな、でかい、だいぶでもコスプレイヤーさんとかね、どうやってそれね、確かに表現してるのか、どうやって表現するんだろう、それは気になるね。まあでも確かに何か無効化系のね、なんか嫌いなものとかあります、ななみさんが。私ね、ミニトマト嫌いなのね。ああ、そう、でもなんかよく考えたら、なんかミニトマトに目描いたら イブルアイみたいなそしたら食べられるってことそうそういやおかしいだろミニトマトセンサーはどうですか、どんだけ微量なミニトマトにも反応してくれるセンサー、うん、あそれいいな、これでどんなミニトマト、どんだけちょっと細かく切られてても発見できるっていう、うん、ああなるほどね、食べなくて済むってこと、食べなくて済みます、あそういう、でもあ
嫌いなものをこう発見できる、はいはいはい、そういうのあったら金属探知機の逆バージョンみたいなねそれをじゃあなんかカラコンみたいのにして、うんうん、目に埋め込んでる間だけ、うん、それが探知できるっていう機能、うん、ね、分かればね自分で無効化できるからね、 ねそれ作れたらノーベル賞取れそうだ、そうだねね、世界のこの好き嫌いが多い子供たちが欲しい欲しいってなるよね。ちょっと多分相当高いですけどね。はい、じゃあ夢は広がるばかりですが、皆さんも欲しいアビスグッズあったら教えてください。はい、はい、というわけでメール絶賛募集中です。メールアドレスはマッシュルアットマーク温泉ドット AG、 また番組ページにある投稿フォームからでも送れますのでぜひ送ってください。マッシュレイディぶっ壊したい。はい、こちらはリスナーの皆さんがぶっ壊したくなったエピソードを募集して紹介していくコーナーです。では早速1通目、ふちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。使い切ったトイレットペーパーを新しいもの取り替えない人、本当にぶっ壊したくなります。あー、たまにね、不特定多数の人が利用する駅とかショッピングセンターとかでこの場面に遭遇した時は、そういう人もいるんだなーで済ませることができるんですが、私の場合職場で散見されることが多いです。絶対常習犯がいますと。怒ってるね、そんなに大きい職場ではないし、そのうち同棲しか利用しない場なので、ある程度犯人が見当がついてしまうのがとても悲しいですと。しかもあと15センチほどだけ残しておいて使い切って内容感を出された時もありました。そんなもんないも同然だろうと思ってしまいます。本当に立ちが悪い、ぶっ壊したいです。私はこんな些細な気遣いもできない人と同じ職場にいるのかと、なんだか残念な気持ちになります。あ、確かにね、これまあふちゃんが自分はやるっていうタイプだから余計にね、思うんでしょうけど、まあこれは確かに駅とかでね、あの公園とかでありますね。変えて欲しかったなみたいな、うん、ね、わかる。この手、まあ、手間っていうかね、うん、だって実際自分が使い切ったわけですから、うん、普通にね変えればいいのに、これ家族間だと結構揉めません？あ、これは揉めると思いますよ。誰だよだ実家とかだとね、母がねこれを犯人探しを、そうそうそう兄弟いたりするとね、そうそうそう、したりもしますし、ね、まあこれはまあだからそう、家族とかこういうちっちゃい職場とか、うん、犯人探しができやすいところだと余計にモヤモヤしますね。そう、確かにそう、しかも常習だからね、常習犯ですから、ね、絶対に一人いるな。まあね、うん、誰かがやってくれると思っているんね、ちょっと甘えが見えます ね。これはちょっとぶっ壊していきましょう、うん、まあ、もしかも犯人探しを始めてもいいかもしれない、ね、うん、それかもうかふちゃんさんは永遠にも自分が取り替えることはしない、うん、ああもはやでその人がしびれを切らして取り替えるまで待ってみる。ああ、もうその自分が、うん、もうじゃあ自分専用のトイレットペーパーをわざわざ持ち込んで自分それで自分を使って、で一生その人にシールっていうね、やれよって意思表示をするいやどうだろうな、2人だったらいいけど他の人がいたら他の人がやっちゃう気もするけど、ちょっと解決策は難しいですが、うん、ちょっとぜひ指紋特定して犯人を見つけてくださいそこまでかでは続きまして、マミーさんからいただきました。ありがとうございます。私は街で自分が好きなアニメ、バンド、声優さんのグッズを持っている人に声をかけられないチキンガールです。ほう、秋冬になるとよく好きなバンドマンがデザインしたパーカーを着たお姉さんと家の近くですれ違いますが、声をかけれずもう何年も経ちます。どうかこのチキンハートをぶっ壊してください。お二人は声かけれる派ですか？ありがとうございます。まあ同志ってことですよね。うん、好きなものが一緒っていう瞬間ってことでしょ。かけたことある？いや、ないです、ないです、多分。いや、なんかもう本当に、まあ、スケボーパークみたいなところ行って、うんうんうん、でもスケボーしかしてる人がいないじゃないですか。でそこでなんか同じステッカーとか、うんうん、なんかそういう自分の知ってるやつとか使ってる人いたら、あってなんか声かけられますけど、うんうん、街中とかは広すぎるな。そうね、街中とか電車とかわからないけど、さすがにかけたことないかもな。電車でね、あ、好きなんですねみたいな、
なんかどう思われるかちょっと思うよね。梅原さんのねステッカーとか貼ってる人いて、ななみさんがそれって梅原さんのステッカーつけてるんですねって言ったらえってなるもんね。てか多分まず誰ってなるね。あそうなんですって、 あなたも梅原さん好きなんですかとはなりにくいもんな。ねえなかなか難しい。ちょっとねちょっとなんかどうなんだろうね。あでもよく見かけるのは、うん、なんかどなたかのこう、まあ、ライブとかに行って、あ、はいはい、なんかその、まあ、絶対に同じ人を好きな人たちじゃないですか、はいはいはい、そこにいる人たちが、ね、でなんかそこで なんだろう、こう初めましてみたいな会話をしてるのは見たことがやっぱあるから、そのなんかそういうねやっぱ絶対にこう拒否されないだろうみたいな。そうっすよね。その完全にそのアウェーじゃない状態というか、うん、ホームなところでだったら声かけられますけど、うん、やっぱその他大勢のところでは難しいです ね。どれなら逆にギリいけます、そのこれつけてたらいけるなみたいな、あちょっと話しかけてみようかなみたいな、自分の、まあでも自分のだったら余計にいけないか。自分の持ってた人がいたら、ななみさんの例えば番組とか、うんうん、ファンクラブとかで作ってるグッズをつけてる人が普通にいたら、そのイベント会場とかではなく街中で、あなんか話しかけてくれたら、あどうも、はいはい、どうもどうもって言ってありがとうみたいな感じだけど、はいはい、なんか自分からはちょっとどうして確かに行ったことないかな。びっくりしちゃうもんな。あでもなんかちょっと観察はする、あほう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 、あどこで降りてったみたいな。怖いわ。そこまで見てるんかい。確かにそことかね、ねえ僕のグッズつけてるファンはどういう感じの行動を取るんだろう。でもね逆だったら どう、逆だったら場合だって僕も声はかけられないですけど、うん、ちょっと見ちゃうかもしれないですね、うん、ポイ捨てしないかなとか。なんか僕のグッズつけてるのになんかポイ捨てとかなんかそうタバコ吸っちゃいけないところで吸ったりとかしてたらなんかそこの悪いイメージがついちゃうなとかは一瞬見ちゃいますけど、でもそんなにやっぱり自分から声かけるとかまじまじ見るとかはあんまりしないかもしれないですね、うん、まあポイ捨てする人はいないよね、いないよね、いないよね、いないよね。三段活用いないよねのきっとね僕らのねファンにはね、うん、いないと思います。そうそうそう、はい、というわけでまあ僕らは話しかけられません。はい、というわけで以上ぶっ壊したいでした。擬音クイズ。ももはシュークリームを食べている時の音。このように擬音を送ってもらいまして、それが何をしている時の音なのかをリスナーの皆さんから出演声優我々にクイズを出していただくというコーナーです。では最初の擬音から、バーナナさんからいただいた擬音です。デューン。でにちっちゃい湯に大きい湯に、うん、4文字でデューンです。え、これだけ？これだけ。いつももうちょい長いんですけど、逆にっていうパターンですね。ギュンディュン。え、むずっ。え、なんだろう。それこそそのさっきななみさんがアフレコ前に食べるって言ってた、うん、ゼリーおうおうを出す時のディュン。え、絶対違うと思う。柔らかいものこの何？ところてんとかそういうゼリー系が、あーところてんはちょっとわかるかも。このちょっとキュッてこう出した時に、なるほどなるほど、デュルルみたいな感じのデュルルンみたいな。あでもところてんかもよ。あピンポイントで、うん、マジなんかちょっとそんな感じしてきた。デューン、うん、なんかそのゼリー系よりはなんかところてんっぽい感じがするよ。あすげえ、おゼリーの喉越しです。喉越しの方ですけど、ごめん絶対違うと思って。ほんとごめん。まあでも喉越しの方だったんで、出した時の音じゃなくて飲んだ時の音でしたね。ごめん。いやごめんは変ですけど、このギュンの方がおかしいから。飲んだ時この音しないだろう。まあ、バーナナさんの中では毎回飲むたびにこの音してるらしい。なるほどね。こうなんか入ってくる感じとかがあるのかね、ギュンって。うーん面白いね。どうかなこれ。これ送ってくれた人以外に共感してくれてんのかね、毎回思うけど。でもあれじゃね、私だったらこうみたいな、あまあ考えたりする。ああなるほど。デューンで他の人、他のリスナーさんも、うん、私ならこうだけどなとかね。なんか
チュルチュルなのか、はいはい、ミョロミョロなのか分かんないけど、私ならそういう音鳴ってるけどなっていうね、風に確かにそういう楽しみ方してくれてたらいいな、うん。では続きまして、エリエール先輩からの擬音です。あ、長い。ビーバリしな、くしゃくしゃくしゃ、ビーそろり、はい、長えよ。ビーバリしなって何、しなしななってますよね。ビーバリしな、くしゃくしゃ、ビーそろり、どういうこと、何にも思い浮かばないんだけど。ビーでもバリ髪系で、うん、多分くしゃくしゃしてるんで、うん、多分夏休みの、うんうんうん、読書感想文書いてて、うんうん、書いてて失敗してちくしょうバリっつって、でまた書いて、うんうん、ダメだくしゃくしゃくしゃってやって、うんうん、で書いて、うん、あのファックスじゃないわ、あのシュレッダーかけて、うんうん、ビーってなって、でそろりって夏休み明け学校に行く。絶対違うと思う。こんだけ長く泳がせといて全然突っ込み入れず、 いつ突っ込もうかなと思ったんだけどさ、すごいなんかあの壮大な物語が始まるかなと思ってちょっと待ってみた。ごめん、夏休みに行く感じじゃないですか、思いつきました。夏休みか、夏休み、夏休み、へえな、夏休み行かずに、そろりと学校行く様。このしなはしな、しなしながむずいっすね。しな、え、しなは心が折れてるんじゃないですか。あ、そういうことか。本当か。ビーだからなんか開けて、あーバリーでしょ。なるほど。しなしな、くしゃくしゃでまた開けてそろり、食べ物じゃないのかな、くしゃくしゃ、難しい。あ、ヒント、キッチンらしいです。キッチン、え、じゃああれじゃん、サランラップビーって敷いてバリってやってしなしなしてるじゃないですか、ね、髪質が。でもくしゃくしゃが分かんない、くしゃくしゃ繋がんねえな。ビーバリ、ビーバリしな、くしゃくしゃ、食べ物ですか。食べ物じゃない、あ、アルミホイルみたいなやつじゃない、なんかこうあれ。もうサランラップじゃん。それ、こちら答えが、お皿にラップをかけようとしたのが失敗したので、もう一度ラップを慎重に取り出している時の音。すごいじゃん、合ってたじゃん。すごい、ラップまでは合ってた。すごい、くしゃくしゃむずすぎるって。すごい、小林くんすごくね、才能ありますね。すごい、今週開花してるな。ねえ、さっきも当たってたし。ねえ、確かに当たってちゃっちゃ当たってたか、うん、じゃあこのコーナー卒業する時が来たかもしれない。新しいコーナーやるかもしれない。もう僕にはイージーすぎる。はい、というわけで皆さんメールたくさんありがとうございました。以上、擬音クイズでした。マッシュレディオ、さて、というわけで今週もあっという間にエンディングのお時間です。今回もカットなしでお届けしてきたはずですが、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。はい、ななみさんもありがとうございました。ありがとうございました、ね、なんか梅原さんとさ、うんうん、ちょっと、まあ、話しかけたらこう話しかけて返してくれてとか、まあ、だんだん仲良くなってるみたいな話してましたけど、うんうん、逆にそれ以外でなんかこう話してみたいなとか、ちょっと仲良くなったみたいなみたいな、うん、キャストっていたりします？マッシュルの中に、出演者の中に、もう誰でもいいですよ。マギアルプスの方の中でも普通に。あ、そうですね。でもこの間、はい、それこそあのレモンちゃん役の上田さんと、はいはい、ちょっとずつそこも喋れるようになったんですよ。ちょっとずつ。その時は何の話をしたんですか？なんかやっぱり初めて喋るし、はいはい、なんか食べ物の話と か当たり障りのないこと。やっぱりあの出身地とか食べ物とか、やっぱそういうね、話からするとやっぱね、みんな誰しも喋ってくれるから、かちょっとずつこの、ね、お友達になりたいなみたいなアピールを。でもこの業界シャイな人多いんで、やっぱそれでちょっとずつこのね、うん、
心を開いてあげた方がびっくりしないで済むかもしれないですね。何の食べ物の話だったんですか。なんか好きな食べ物の話を、まあ、甘いものが好きだのみたいな話とか、はいはい、シュークリームの話ちょうどした気がする。あね、モンテールさんの、ね、そうマッシュルのシュークリームの話とか、うん、何個食べたみたいな話とかからしたかな。でそう、私なんか連絡先を交換するとなんかもう友達っていう、なんかちょっと偏った認識だった。連絡先交換したらもう友達っていう感じだったんだけど、はいはい、なんかどうやらそうではやはりないらしい、世間一般的にはね。あれ、うん、何かがあったのかもしれない。いやいやないんだけど、そのないけど、ないけど、なんかまあ今後なんかそのね、せっかくだからなんかいつかまあ共演してるし、はいはい、お茶とか行きたいねみたいな話とかはしたけど、まだ行ってない。あちょっとこれは次回ね、上田麗奈七海ひろきの珍道中、ね、そうちょっとね、どこに行って何を食べたかみたいな話で、次回だから七海さんか上田さん来た時にね、ちょっと発展してたら嬉しいな。ねえ嬉しいですね。確かぜひ、ね、七海さんのおすすめのね、行ってみたいですね。ぜひ行ってみてください。はい、じゃあちょっとそこでも楽しみですが、ちょっと時間が来たということで、はい、ここまでとなります、うん、というわけでお届けしたのはマシュバンデッタ役の小林千明とアビスレイザー役の七海ひろきでした。シュークリーム。